あなたにそっと伸ばした手はずっと震えていて、見上げれば空一面キラキラ。よかった、手拍子を。ありがとうございます。はい、夜景と呼べるものはない、波の音にはほんの遠い、月明かりとチャリのライト、しか頼れるものはない、ペダルの重さは 1.7 倍、プラスアルファもそれは長く続く坂道。あなたをちゃんとお決まりの時間に、あのお城へ、それがルールのシンデレラ。ラジオでもどこのテレビでも最初で最後のチャンスを生かすことなく、時は過ぎて、月明かりと平和とだけを頼る帰り道、かぼちゃの馬車こそどこにもないけど、せめてもう一度魔法をかけてくれよおばあさま。ガラスの靴の持ち主はずっとなくなってるでしょう。だからもう今日の曇天に魔法をかけて、あなたと二人でお城を抜け出すだけ。